野菜に対して放射能というのは移行するんですね。移行係数というのがあるんですが、それが非常に低かったり、の郡山の、畑というのはですね、結構粘土地が多いんですよ。でその粘土というのは降ってきたセシウムなんかを吸着させて抱え込んじゃうんですね。そうすると放出しないものですから、根っこから吸われないというようなことも分かってきて、放射能というのはもう移らないということが今自信を持って言えるようになってきました。スーパーだったり八百屋さんだったりで買われるものについては 100% 安全。専業でやってる農家さんのグループがあって、私も大月町 の自分のところで直売所、小さい直売所なんて開いてるんです。そこでお客さんから、鈴木さん、郡山の特産品の野菜って何ってよく言われてたんですね。まあ、皆さんよく布引き大根とか、それから阿久津の曲がりネギとかっていうのがあるんですけども、郡山ってですね、市町村合併で今ちょっと変わっちゃったんですが、ちょっと昔までの合併前で言うと全国でもベスト10に入るぐらいの農業都市なんですよ。新しい郡山のブランド野菜を作ろうということで、五千人参って言うんですかね、真っ赤な人参でちょっと重ながらですけど甘みがある新しいブランド野菜をちょっと作ろう、またみんなで農業が元気だぞということと、あと今消費者の皆さんが不安に思っているようなこと、そういうことをできるだけこう解消できるように、そういう仕組みのブランド野菜を作りたいということで今年取り組みました。それがですね、今日ここでも使っていただけることになったんですが、いろんな工夫を凝らして作りました。何が大事かなと思いました。一つはやっぱりこれから福島がですね、その風評被害にも負けないで出てくためには重要なことはやっぱり品質、味だと思いますね。どうしても同じものであれば、他の県産と福島産があったら市場の中では福島産じゃないものを使おうっていう動きがあります。そういうことから言うと、まずそのクオリティの高い美味しいもの、これを目指そうということで、どうせ数値化するんだったら放射能だけじゃなくていろんなこともやろう。放射能がどのぐらいの糖度があるか、ちょっと皆さんの前に実験してみたいと思います。じゃあお願いします。はい、13.6 ポイントということですね。え、甘いと思います。13度あるかぼちゃって相当甘いの分かりますかね。ですね、そういうのがありますね。だからメロン近くあるんだよっていうぐらいですね。はい、じゃあこれ食べたいですよね、皆さんね。